奈々ちゃんには止まらぬ耳がついていますが、ケッタに猫耳ついたらルート入っなっちゃうからな。とりあえず奈々ちゃんの足の中にすればいいね。でもケットだったら意外と猫耳も匂うんじゃないかなと思う今日この頃なんですけども、ケッタをぼっちにしたい。ぼっちになりたいケッタが挙動不審になるのを見てさらにぼっちにしたい。ニューニューしたい。私ケットがピクシブでケッタに RGOG ってヒットすることだけは全力で阻止したい。ライブ会場ではホーリーぼっちこすしてもらいたい。しかし強烈な違和感を発する衣装と名前に無意識に目がいってしまい、逃げるムッチをさらにいじめたい。朝起きるといきなり枕元に置いてあったブルマにどう接していいか分からずに頬ずりしてみたりして、幸せを感じつつ全力で生きているのが申し訳なくなりたい。とりあえずあえてこれだけは言わせてもらおう。パワーメイメイをゲットナウゲットナウゲットゲットゲットナウ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 。眠くんが羊禁止なのに羊牧場って羊でモクモクしてるのにで壊して幸せな姿を収めたい。焦げたのいつまでたってもことやなしなので、そのためにそんな緊張しなくていいよ。ほら怖くないみたいな会話毎回やりたい。どうしようねんか。絶妙アイドルかなめちゃんに、かなめちゃんが女の子だったら結婚したいんだよとか声をかけて、すごい冷たい目線で見られて罵倒されて罵られてドキドキしたーい。ブヒーブヒー。疲れて帰ってきたらなあちゃんがサファーで隣で寝て、そのまま一緒に寝てしまいたい。あったかくモクモク。ティンコが目を閉じて唇を向けるので、世の中の男性はドキドキしていて出て血迷っていて、それ飛びしたい。マシュタであってユウくんがなんとメガネをつけており、声をかけると普段はコンタクトなんだけどねと言い訳するけど、別にメガネでもコンタクトでも影薄いからいいよねって言って、うつむいて無言になられたい。ずっと前から思ってたんだけど、リケットチャラいよねって爆発させたい。うるせえよって言われたら、ノッチのくせに生意気なんだよって言って胸ぐら掴んだ後、喧嘩はダメだからと仲裁して胃が痛くなりたい。ゲタナウゲタナウゲタゲタゲタナウミチャナウミチャナウミチャミチャミチャナウデジョナウデジョナウデジョデジョデジョナウユクナウユクナウユクユクユクナウムチナウ。もうお前はこっちだからね。ディグナウディグナウディグディグディグナウラムク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 ナウコギタナウコギタナウコギタコギタコギタナウ。ちょっとこれ蹴ったんなうじゃない。俺誕生日おめでとう。ハゼロリア充。もちもち。